はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。第104回闘技場4日目になりますね。昨日がいっぱい出てしまったので8勝1敗なっております。では行きましょう。勇者ヒューザーはちょっと厳しい。ティナ麻痺いけるから行こうかな。ここしかないね。はい、マルティナと、プサロカは麻痺ですね。あ、ちょうどブレスでいけんじゃない？ T 字のね。はい、対戦よろしくお願いします。さあ見ていこうか。もうこっちで受けてもらおう。もうこの辺全部これでいいんじゃない。1番逃げる。うわ、これがどう、これが当たるか。これよろしくないな。で、メラ他激減いる。メラ OK な子。この子は入るは入るんだな。うわ、これだよね。ピンクタイフーン、ピンクタイフーン。2の3、入って、あ、2の3は入ってないわ、入ってないわ。ピンクタイフーン、ちょっとね、ピンクタイフーンか、ピンクタイフーンか。で、これは、ちょっと困っ、これこうか、こうだな。あーて、デインがダメ。うわー、ちょっとまたよろしくないな、これ。デインも OK って子いるの？いないよな。バギデイン OK な子。バギデイン、これかろうじて OK。 バギ大弱点でこうなってしまうよ。こうした時に、誰からだ？1番がそれか。ああ、ダリフォーマ行く。まあ、メダパーニャか。メダパーニャ行く。もうエースの仕事じゃないよ。1やって23な、23。2はここで負けんだね。負けん。ああ、それでそれは受けらんないわ。あ、こうか。これだったらいいのかな。ね、あ、これだった。ああ、よかった。なんとか。OK な。OK でもないのか、これ。激減受けた後に、デインのあれで来るね。デイン好きが。ね、サンダースラスト。自分周りグルリンじゃないな、縦さんだね。あー、まあしゃあないね。うんね、オッケーオッケーオッケー。まあこれで受けるしかないわ。よしよし、 1,2,3,4 まで OK ね。で、うちとしては混乱のあれ、麻痺の前出るか。前出た時に、あー、ダメだね。ここのここ、ここか。じゃあ、ここ、ここでいいわけか。ここでよく、ここでいいね。ここで勇者がエターナルぶっ込む。エターナルぶっ込む。5番。で、6番は混乱取る。ここでやるか。耐えてくれ。5円球耐えてくれ。混乱取る。んで、7番はどうします？ 7 番どうする？ 7 番。あっち行くか。グレナル。で、次の1段目で行かなきゃまずいし。ふぅーって感じかな。はい、行こう。いやー、芝耐えるよな。大丈夫だよな。なんかすぐ1段目に落ちるイメージがあるんだけど。あ、そこでそれ選ぶか。あーだよ。あの技さ、まれにの技の半減だよ。しかもさ、バギの方がさ通るんだよ。でデインのが通るんだよ。でバギ打つ、そこでマジ、それどうする。じゃあこれ
混乱取る、矢継ぎラピって打ったってあれだもんな、倒壊だもんな。次のターンメダパーニャ、次のターンメダパーニャ、ヒャド、ヒャド激減だろこれ、きついな。厳選止まるやついないよな。いや、マルティナ動くわ。これ突っ込みできないもんな。入ってるな。ダメだ、そこ出ちゃうと勇者に来ちゃうんだよな、あれが。でマルティナ、ティナがなんともならんな。混乱がこの子はどうなんだっけ。あ、麻痺は持ってないんだよね。混乱か。次のターン上回れるかな。525、あ、上回れるわ。これでいって、どうすればいいんだっけ。これいってこっち行かなきゃダメか。こっちは525上回るか。でラピッドがこれがこの下から、ここから、ああダメか。あー、出なきゃダメだな。出てこれ、それからラピッドはどうすればいいの。え、ギュメイを落とすってできんのこれ。シャドウ、うわーダメだ。混乱取るしかないんだよな。だからここ行くしかないんだよな。ここ行ってで、ヒャド、マヒャドでどこまで、不屈までいけるかな。マヒャドでいけるかな。で、マヒャドは左側から行くか。扇台、ライトニングブレスは多分入らない位置にいるんで、これ行くでしょ。で混乱取るでしょ。で真表で落とせじゃなくて、不屈まで行かなきゃまずいんだよね。不屈まで行くんで、次にスペディオがマルティナを混乱取る。あー、結局動いちゃうのか、あれが。あー、でも その次にラリホを取る。それしかないわ。あの、バタフライがね。はい、じゃあそれでいきます。開始。いやー、つら。で、ここで不屈まで。マヒャド。取れないよなー。取れないと思いましたよ。取れないと思った。あ、ライトニングできた。へえ。46か。出ないかな、46。で、どうしようかな、これ。これ、2段、多段じゃないもんね。メダパーニャ、結局ダメなんだよな。
落とすならこっちがいいな。ね、こっち行きましょう。で、マルティナを動かすか。しゃあない。くん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 。あ、多段か。あ、多段だったのか。じゃあ、じゃあ、あれだね。誰だっけ、クレレか。左側でよかったな、勇者の左側で。あ、そうですか。これはこれしかなくて、これはこれしかなくて、真ん中でぐるって回るか。まあ、そっか、落ちる。ファイアーブレス。ここで見返しするよ、絶対見返しするから、絶対見返しするから。しない。で、次で落とさないと混乱は解けてしまう。あー、まあそこのラピッドでよかったな。じゃあ多段でピサロ落とせたんですね。マルテナ場所ちょっと失敗しちゃったね。あ、クレリアか。はい、2戦目です。勇者以外、勇者以外、ここここか、ここも辛いね。そこかな。ここもまあまあ、ドルマゲッチャン。ここ行きましょうか。はい、サボテンダー A 最強説が。私の中で話題沸騰中ですよ。はい、対戦よろしくお願いします。どうしようかな、これまた詰められちゃってるね。いやー、厳しいわ。どっち行っても厳しい。デインも、あ、イオか、イオなのか、イオ、あ、これは まず無理。いいよ、いいよ、オッケーな子。いや、いいよ、オッケー。これこっち、まんま男。で、どうなります？この子はこれだね。受けるか、甘んじて。一緒か、これをどこ行ってもぐるっと回られたら、一応こっちでも一緒していいかな。1番で、2番が、2番が、あれ2番、あー、2番犬、犬で3番もちろん届く芝。あー、またここほんと初手芝使い物にならないな。これ休み取りたいんだけど。あー、じゃあ犬逃げるか、こっちする。あ、犬がこっちの横逃げるかね。したら縦に来る。で、これが、燃やすか、剣戦。剣戦か、さっきも剣戦だったんだよな。HP、146、146、守備力見よう。337。あー、こっちか、まず。犬こっちね。で、
3番4番までまあかろうじて生きててくれって感じかな。うん、燃やされるんだろうなね、犬が。あ、2番出てって、あ、ダメか、結局当たる、ん、当たるんだよな、うん、サボテンだな、当たっちゃうんだよどっちしろね。こっち前、あ、違うか、犬出てここでラリフォーマーメタパニャ打つか。あ、それやろうかな。いやー、耐えらんないよ、耐えらんないよ絶対。あ、ギラ半減なのか。いや、耐えらんないっしょ。これがこう、あ、こうこうしたらどう。あ、これ魔剣が入るから、魔剣が入るちょっと待って、どうなる、これこれしたって一緒だよな。犬がこっち逃げる、これ1個目大丈夫ね。1個目この辺、あ、来てポンポンもやだな。火力増された後のあれも辛いよね多分ね。これ耐え、一応麻痺も取らなきゃいけないからこうしたいな。あーあああ、うん、まあこれだね。はい、もうしゃあない、クレリア落ちるね、回避出んだよ。 OK、 それはまだ OK で、こっち逃げる逃げるっていう、ね、出ちゃまずいよな、出ちゃまずいよな、はい、あ、そこになったおかげでエルギオス来れないか。あー、もうあっという間だよ本当に、あっという間。TG だから OK だね、はい、おっと、おっとこれはちょっと混乱取れないんだが、うーわー、うわー、ラリホー、ラリホーで眠らすか、それしかないな。いや、素早さが負けてるから555、次先動かれちゃう。722、めっちゃ早い、よっしゃー。で、これで、これね、凍土、もう永久凍土しといてよ。どんだけうちにさ不利に働くんだろうね。え、凍土だよね、永久凍土打ったよね。これメダパーニャ、どっち、落とせないもんね、あれ落とせないよね、エルギオスね。なので、メダパーニャ、もうやだ、取れていいだろう普通に、取れていい、あ、違うか、ピサロも動けちゃうんだよね。あー、ラピッドだったなね、もうグダグダよ、グダグダ。もう一回永久凍土
物理じゃなくてこっち呪文だね。呪文で OK だね。はい、やばいよ次。落とせる、ナイス。今日も何も言えませんね。あともう一戦、長かった、終わったかと思った。3戦まだ2戦かい。今のとこだな。ちょっと勇者は本当に外した方がいい。いやー、またここか。そうですね、そこしかないわ。はい、対戦よろしくお願いします。多段な、スペディオ多段か。さっき勇者良かったね、受けんのね。だそれで受けましょう。また一緒でしょ、範囲はね。でピサロッチか。ピサロッチがそのままか。1で2か。2動いての33は、あ、今のところ入ってないのか。じゃあこのままでいいかな、またまたこのままでいいかな。23で、死が来るか。死がシャドウ入るから、こっちがまた逃げる。もう最悪だ、やってることは。そうだね。うん、これでいいね。4ね。で、5が来て何するんだか。5はスキン刺そうか。ね。焼けつくよりかは、勇者には良くないのか。焼けつくか。焼けつくか。じゃあピサロとあれと一緒に取りたいと。でもこっち来るね、ピサロは間違いなく。でこの子か。この子どうしようかな。じゃあ混乱チャンスかなんか狙う。じゃあどこ来るかによっちゃうからあれだけど、イオとか半減激減か、体勢持ちだからちょっとまずいんだよな。キャド、キャド OK は、あ、キャド OK は OK なのか。でも入っちゃうんだよね、射程ね。だからダメ。あ、射程に入ってドルマゲスと一緒にブリ、永久凍土いけないかな。ダメかな。1個上、ここにするとドルマゲスはどうするって感じなんだけどね。どうしようかな。うわ、結構入るじゃん。出たいよ。で、あ、これだ、これ物理か。ダメか。あ、結構入るんだね。が出たいな。けどダメだな。次のターンで行くしかないか。ずれて。一緒。そうだね、そっちだね。で、この子は何すんの？忍び寄る、忍び寄られるんだよ。OK。でだ。でですよ。でですよ。これ。待って、糖度打たなきゃいけないから、糖度打たなきゃいけないから、どうするか。右はいいんだよね。置いといて、マジで。これで2人削る。
で凍土であそこ止める、で右が混乱取ってしまう、クレリアマヒャドでドルマゲスを少し削っておく。そうすることによって次の犬で左が2人落とせるよね。ね、OK。超弱点とか出さないでほしい。で犬、これね、これで OK。 あーよかった、これ呪文だから OK。 呪文大ダメージシェイで、こっちからいいかな、これシェイファイアーブレしぶといな。ここでいいね、ここで OK で、クレリアッチ、あ、まだあれがいいのか、え、ちょっと当たる、これ当た、いや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 、いやそこ、うわー、まあどっちでもいっちゃいいんだけどね。次の犬の手柄ちょっと置いときたいなと思ったんだけど、いや入らんわ、こっち行こう。いやー芝、あ、こっちか、これでいいか、これでこれでね、はい、でこれ OK、 呪文だから OK。 はい、というわけで4日目終わりましたね。11勝1敗となっております。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。